ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もオニムシャワンやっていきましょう。はい、前回はだいぶパワーアップしまして、で一応何回かあの暗黒空間、何回じゃないな、もう何十回と潜ったんですけども、もうこれが限界ですね。身代わりが2個、囚人は何だかよく分かんない、役に立ってる時と立たない時と何だか分かんなくて、で薬草が2つですね。もうこれ以上出ないんですよね、何回潜っても。岩薬はもう全然出ないし、でこれを消費した後にこれが出る感じなので、でももう2個以上出ないようになってるんじゃないかなと思いまして、もうここに来ました。はい、もう経験値も56とかなんかよくわかんない数溜まっちゃってるんで、もう行きたいと思います。はい、もう累計99,999でもう貫通しちゃってるなんだかわかんないものが。はい、じゃあ行きましょう。何度、本当に何十回潜りました、きつかった。まあおかげで腕は上がったと思うんですけどね。ただまだここの、なんだっけ、マーセラスくんだっけ、まだ動きはちょっと覚えてないんですけど、毎回この辺見させられるのも嫌なんでもうあの木札2個使ってでも行きたいと思います。使ったとしても勝ってさえすれば、またあそこ暗黒空間潜って木札2個多分は持てるようになると思うんで、はい、もう意地でもやろう、もう力ずくでもやろう、行くぞー本当に長いな本当に長いな、やっぱりカットか、カットですね。音楽もかっこいいのよ音楽もかっこよすぎでしょ。さあどうしようかな、距離取って、ほい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 、そうだ、ガードダメなんだよね、ガードダメなんだよ。お、隙を見せた、珍しい隙を見せた、ほらほらほら、蹴り効かない蹴り効かない。わあ、あれもガードできないんだ。え、あれどうしようもないな。お、燃えろ、燃え、当たった？燃える、当たった？ちょっと回復、ちょっと回復。わあ、隙だらけだ、隙だらけだって言ったけど全然隙なかった。いてー。そのダウン攻撃やめてくださいそのダウン攻撃やめてください。ほらほら、体力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 回復取りたい取りたい、体力回復は取った起きて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 、あ、体力回復体力回復、お、盾がなくなった、盾がなくなったぞ。じゃあ必殺技とか入るんじゃない、おらー、入った、よし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 、ドーン、うう、なんだなんだこれすごい縦横無尽に動くな。じゃあこれだ、じゃあこれだ、足を止めた時にこれだー、よし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 、入った、これだー、よしよし、入った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 、どうする、撃つか、39発あるから撃っていいか、もう立てないんだし、デイデイデイ、くんな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 、ほらーほらーあーちょっとほらーほらー、ちょっと近い近い近い、近くに来られたらお前らって、汚い汚い、あ、そんなに火って飛ぶんだ。じゃあ距離取ってくれたんならまたこれで、あれあれあれ、ちょ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 、あれ装備すんの間違えてた、どうしよう、今目の前にいんな、目の前にいんな、こっちの方が早い、必殺技の方が早いって遅かったあー1個使っちゃった、でも結構粘ったね、今結構粘ったと思う、おらーおらー、おちょい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 、おっ、え、寄付だ、もったいない、もうちょっと頑張れば、もうちょっと頑張れば小札なしでいけたのに、まあ十分か、1個残したの十分だ、よし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 、イエーイこれで、これ岩薬、岩薬やったそんな気してたんだよ
どうしようかな、戻ってセーブしようかな。いやー、あるだろ、セーブあるだろ、あると信じよう。まあ普通あるよね、ボス戦の後大体あったもんね。あ、でそれでなんかアイテム、前回取った笛はこのあいつ倒した後にあるらしいんですよ。これじゃない言ってるそばから、これじゃない、この部分の壁だけ他とは違う材質でできてるよとか、何かあるのか、もうこれだそうそう、すっかり忘れてた、これですね、毘沙門の笛。アルケンとついで作られた不思議な笛、笛吹くことで剣を呼び覚ますことができる。あれでも扉開けるとかじゃないんだ。ああでもいいんだそれで開くのこれ。おお、あ、指なんだこれ、指だったんだ。よし、あ、ちょ、怖い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 、え、ボス、ボス、あ、剣が、剣がある、剣が、え、嫌がってる嫌がってる、あ、え、いや、剣くれんのはいいんだけどさ、その子の封印解けちゃってない、その子がなんだかわかんないけど、え、なんか封印されてたんじゃない、毘沙門剣を取った、え、この子は何、あ、喋る。幻魔を払う盾を持ち、我らを滅ぼす矛をその手にする者。じゃあ、幻魔なの？やっぱり君も。いつの日か何時と等しい者と対峙する時が来るだろう。何の話？怒りに疲れる。何時が怒りに疲れし時。何時の他未知の元に渡り、何時に立ちはだかるであろう。え？何？どういうこと？ボス戦で怒っちゃダメってこと？なんだこれは。怒りに取りつかれると幻魔にいいようにやられるってこと？え、これ君の指なのこれあ、そうっぽいな、腕ないしな。え、え、な、味方なのあの子は結局。で、これは、あ、振り早いし、なんかかっこいい。あ、しかもセーブがある、セーブがある。なんか落ちてる、しかも。地図？え、そんなに複雑なの？もうここまで来て。幻魔の地図。あ、なんだこれ。なんか円形がいっぱいある。そして地図としての意味はあんまりなしてないような気がするな。気のせいか、これ。まあ、とりあえずセーブだ。とりあえずセーブだな。うん。木札1個の、木札1個残したよね。残して、が、薬草は使、あ、さっき薬草使えばよかったのかな。いや、まあまあまあ、よかった。よかったよ。きっとよかったよ。で、この武器は、強くできんの？何にもできない？え、なになに？一定量の魂を吸収したので、鬼のことが強化された。え？初めて知ったんだけど、そんなの。え？あ、もうなんもない。あの武器は、強くできない。薬草岩薬に強化できます。あ、そんなのあったの？あ、そんなのできたんだ。あ、岩薬3つになった。お、やったぜ。そんなことできたんだ。弾丸を爆裂弾に強化できます。いや、30発を6発だったら30発の方がいいような気がすんな。これはそのままでもいいでしょ。あ、そん、あ、弾薬3つになった。あ、やりました。あ、じゃあセーブします。はい。よし、行くぞ。これは回復なのかな？これ回復なのかな？で、敵出んの？もうボスだけでいいよ。あ、これ足くるやつ、足くるやつ、足元くるやつ。お、つえ何この武器。あいついつも2発ぐらいかかるんだけど、あの赤い剣でも。それ一発で切ってたぞ。で、必殺技ボタンを押すとこれが出るんですけど、特にゲージを使うこともないみたい。え、これ最強なのでは？あそこ頑張った甲斐あるな。うわー、あーあーあー、危ねえ。え、ちょっとあそこから出てるんだけど、あそこから生み出されてるんだけど、強すぎる強すぎる。え、これでいいな。もう今まであれ強くしてきたの何だったんだろう。まあでも今のボスでいっぱい使ったからいいか。うん、何の音これ。上から岩が転がってきて追われるやつじゃないの、この螺旋状のやつって。バイオだったら岩が転がってくるよね、これ。おお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 、
え、強っ、え、強すぎる。あれな、弾薬サービス。え、すごいすごい。ちょ、セーブセーブセーブ。ちょ、なんでここで取らせんの。帰るしかないじゃん、セーブし、ちょっとセーブしていきます。はい。はい、セーブ行ってきました。いや、これで弾薬5つ、身代わり1個。もう鬼に金棒でしょ、こんなの、本当に。やっぱり地図役に立たないな、これ。一本道だろ。おう。あ、いたいた、まだ逃げてた。まだ健在だった。お兄ちゃん。お兄ちゃん呼ばわりされてる。この戦いが終わったら、あいつと船旅に出るんだ。おう、王様が。お、ムービーが入った。おう、ムービーが入った。また日曜日の朝の特撮みたい。もう雰囲気が完全に日曜日の朝なのよ。おい、もう間に合わないだろそれ。もう間に合わないだろそれ。え、なんで通り過ぎた。もう食べちゃえよ。おお、え、あれ？めっちゃ聞いたことある声。お、絶望の杯に満たされた生き血を飲み干すのだ。え、信長と戦うの？ひょっとして。ラスボス信長？え？ん？え？な、なになに？なになに？あれ、君、あれ？お、え、そっち？え、とりあえず夢丸を食べるんじゃなかったろ？ね、ね、なになに？とりあえず鉄砲で撃てる。海が滅びようと。お、お前だけは必ず倒す。これラスボスでいいの？これラスボス？ラスボスでいいのかな？あれ、あの科学者みたいなやつはどこ行ったんだ？こいつあれ？科学者みたいなやつ？こいつ。とりあえず炸裂弾撃っていい？そう。ちょちょあちゃ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 。え、当たってる感ないな。当たってる感ないな。じゃあまずこれをドーン打って、あ、もう全部打って、適当に全部かましてから、あのさっきの毘沙門拳にすればいいんだな。あ、隙だらけじゃん。ふいふい、はい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 。あ、でそれになったらしばらくぐんにゃりしてるから、ぐんにゃりしてるところを普通に切る、普通に切る。あー、で、ああなったらこれを、これを打つ。はい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 。で、で、あ、あれ、あれどこ行った？あれどこ行った？あ、あれ、毘沙門拳どこ行った？あー、ここか。はいはいはい。で、これで殴ればいいんでしょ。おおおおおおえ、ちょっと待って、さっきのマーセラス君の方がよっぽど強かったような気がするの。気のせい。あ、なっちゃった。ダメだ、避けてる暇がない。おおおお、風が吹いた。おい、2回攻撃。え、ダウン攻撃。なんか吹く、なんか吹く、なんか吹きそう、なんか吹きそう。おうおう。あ、ちょ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 、えっと、一回飲もう、一回飲もう。おお、いいね、こんだけ体力あった。役に立つかわかんないけど、これ置いてみよう。これ置いてみよう。これ役に立つか全然わかんないけど。はい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 、間に合った、間に合った。俺のバックステップをなめんな。散々バックステップで今まで頑張ってきたんだね。そんなに効かんわい。バックステップバックステップバックステップ。ちょちょちょ、あっちあっち。え、いや絶対変身するよね。こんな楽じゃないよね。あと2回変身あるよね。
もしくは本当のラスボスがいるよね。サバナスケ、お前どうした。いや、お前はいい、お前は来るな。楓さん、お前は来るな。お前を動かしたくないんだ私は。お兄ちゃん、早く逃げるんだ。とりあえずおぶっていけよ。あのお姫様抱っこしていけよ。絶対足遅いだろその人。お、しんがりを務める。夢丸早く行け。お、ちゃんとしんがりを務める。おお、まだ生きていた。ちゃんとまだ生きていた。いや、お前は役お前はダメだ、お前はダメだ。クナイを投げろ。しっかり塞がれた。しっかり塞がれた。なんか顔違くない？え？あ、死んだ。え？え？え？え、あ、うん？え、むしろ私が変身すんの？私が変身した。あと2回変身残してるだろうと言ったら、まさかの私が変身した。え、これやばいんじゃないの？なんか怒りに我を忘れてはいかんってさっき言われてたよね。これその状態なんじゃないの？柔らかい。すごく柔らかい。わざと剣の方に向かって手出さなかったこの人。え、戦わないの？その状態で戦うんじゃないの？え、私もう見てるだけでいい？え、あれ、え、お、脱いだ。サマノスケ脱いだ。おお、あ、そしてちゃんと下は履いている。よくあるやつ。どんなに服が弾けても下は弾けない。下は弾けない。え、ちょ、崩れるからさ、とりあえず逃げようぜ。え？え？サマノスケの活躍で、え、え、このまま鬼武者2へ、to be continued、ひょっとして。え？ 1 年経ってる。あれ？タツオキが国主になると、え、終わりなんだ。再び織田軍が美濃へ進発。ついに稲葉山城は落城。ここに斉藤家は没落したのである。え、もう完全に終わりムードじゃない？ん？この陰に閻魔の暗躍があったかどうかを知る者はない。暗躍5つって、え、あれ。斉藤家没落後、雪姫は、あんなに取りにいた私の苦労は一体？斉藤家の豪商今井宗久のところへ一旦は身を寄せたが、一月も経たないうちに忽然と姿を消した。ほう。早急の計らいで南蛮船に乗り世界へと旅立ったのである。ほう、あ、船に乗ったんだ。その旅には、あ、出た出た、来た来た、お前に世界を見せてやろうって言ってたもんな。言ってたもんな。その目で世界を見るつもりだったのである。世界は広いぞ、言ってたもんな。一方楓は玉之助を必死に探し続けたが、見つけることはできない。なんで夢丸がいんのにお前見つけらんないんだ。悪の年、忍者玉之助の叔父の明智光秀に隠密として抱えられ、数々の功績を残した。嘘だ。14年後、ヘポコ忍者だぞ。山崎の合戦でその生涯を閉じた。あら、あら、お亡くなりになっちゃった。しょうがないな。そして軽くないもんな。玉之助は玄魔を倒した後、あ、あれ、王として行方が知れず、あ、サマノスケが連れてったんじゃないのか夢丸を。その生死も定かではなかった。あ、そうだったんだ。夢丸が勝手に南蛮に行ったのね。え、じゃあ次回は夢丸が主人公、南蛮トライしてこう強くなった夢丸が主人公か。おっ、お、生きてんじゃん、生きてんじゃん。あれ、結局あの剣をくれた人の怒りを忘れたらあかん的なやつは何だったんだろう。何だったんだ。何だったんだ。わーい、プレイ時間7時間32分。
あ、まだまだ蛍意識あるよって、魂が乾燥しておんのよ。若武者。で、プレイ時間7時間って書いてありますけど、絶対10時間超えてます。はい、何度やられたか分かんないんで、はい、じゃあ保存します。はい、で、何が見え、お、特典、え、お、何ですか、何ですか、何ですか、時は10年後、CM、鬼武者の鬼の CM、 当時力の宿りし新たなる男を現れ、漢字と書いて男と読む、え、柳生十兵衛、独眼竜、いや、十兵衛のような気がするな、これ。あ、なるほど、2か、2は様之助じゃないんだ。得点その2、キャプカン、おに、それだけなんですか。え、それだけなんですか、得点って。はい、というわけで無事で、はい、クリアできました。あれ、ラスボスよりその前のマーセラス、あのおじいちゃんの方がよっぽど強かったけど、どういうことだ、どういうことなんだ。やっぱ動かない敵は楽勝だってことだよな。はあ、というわけで、なんとか。いやー、結構ハードなアクションでしたね。うん、あの必殺技、なんか敵が攻撃する瞬間にこっちも攻撃すると出るなんか一線みたいな、うん、攻撃もあったみたいなんですけども、あの練習したんですけども、全然狙って出せなくて、結局もうあれは忘れることにしました。ほぼほぼ、うん、出なかったしね。はい、まあでもなんとかねクリアできました。まあレベルを上げて物理で殴ればっていうのができなかったけれども、なんとかね、うん、まあ、3時間も4時間も暗黒洞窟往復してれば、そりゃまあ多少は上手くなりますよという形で頑張りましたということで。あ、そうそう、この子だよね、この子逃げたままじゃない、どういうことだったんだろう。それでも今のやつがボスとして出てて、あのなんか14ブラス様っていうのはまた今後出てくるってことかな。今の最後のボスは14ブラス様じゃなかったってことかな。うん、なんか、うん、ちょっとアクションに必死でストーリーちゃんと把握してなかったけども、後でちょっと自分の録画見ながら把握したいと思いますので。さて、じゃあ鬼武者1、ここまでご視聴ありがとうございました。2はまあいつかやるんだろうな、うん、結構きついと思うけど、またアクション大苦戦するとは思うけども、いつかはやると思いますので、はい、その時はまたよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。また次回も、次回、うん、違うゲームでもよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。何度見ての今の牢屋は、出れるよな。出れるよ。